中国木ズガニ、中国木ズガニ、中国木ズガニ、学名エリオケアシネンシス、中国名、中華十五カニ、英名、チャイニーズミトンクラブは、中国及び、朝鮮半島と岸部原産の岩ガニ科のカニの一種。従来は、シナモクズガニ、シナモクズガニと呼んでいたが、近年ではあまりこの名称は用いられない。日本では一般に、上海ガニの名で知られる。上海。 香港などで秋が旬とされる重要な食用種である。中国で最も知られている呼び名は、大行家に、ダージャーシエデイザキシー、上海ゴルザッハであり、上海でも、香港でも、台湾でも、この名で呼ばれている。語源は、産卵のために下ってくるところを、こう、水門で席とめて取るためとも、こうはいるという意味の、の名りとも言われるが定かでない。アメリカ。 ヨーロッパでは外来種として問題となっている。侵略的外来種として古くから有名な種であり、世界の侵略的外来種ワースト100のうち一種にも選定されている。中国木図ニは中国語では中華十五ニ、と呼ばれる。中国の重毛のあるハサミを持つカニという意味で、その名の通り大きく発達した一体のハサミ状の爪を持ち、 その周りにはびっしりと獣毛が生えている。和名はこの獣毛を木図に例えている。毛ガニマウキシー、ロウガニレイマイキシーと呼ぶ地域もある。同族異種の日本の木図ガニも、獣毛によって、毛ガニと呼ぶ地域があるが、同じ発想である。ハサミの先端には書き取る動作に適した黒い手状の爪がついている。主産地の長江では、ハサミは金色、毛は黄色色をしているが、 四角い形の甲羅の色は青緑色をしている。調理のために蒸したり煮たりすると鮮やかな柿色に変わる。甲羅の前から横にかけてノコギリの葉のような棘が四体ある。大型のカニであり、大きい個体では幸福、甲羅の幅が八センチメートル程度になる。淡水性のため、中国では川ニ、ヘキシー、清水カニクワインシュイキシーとも呼ばれ、は 海水から寄水域で育つため、親ガニはオス、メスとも産卵のために、河口や海岸に移動する必要がある。主に秋に、川口で生殖した後、メスが海水域に移動して産卵する。腹部は薄い灰色で、7節に分かれており、オスは三角形、メスは俵型をしている。海のカニと比べると小さいため、足の肉などは食べにくく、量も少ないが、 甲羅の中の内子やカニ味噌は沈重される。栄養価としては、タンパク質、ビタミン B12 を豊富に含む。食性は、植物食に偏った雑食性であり、甲殻類、貝類、小魚、水生昆虫、水草、稲の苗などを好んで食べる。産卵は、海水中で行われるため、産卵時期の秋になると、海辺に移動する。交尾の後にメスは、 海水中で産卵し、0 4ト、mm、ル足らずの小さな卵を腹足にたくさん抱え、孵化するまで保護する。孵化した妖精を海に放出した生態は一冬に、2から3回交尾と産卵を繰り返した後、疲弊して死亡するため二度と川には戻らない。孵化したゾエア妖精は0 4ト、mm、ル足らずで、遊泳能力の乏しいゾエア妖精は、プランクトン生活を送るが、 この間に魚などに捕食されるので、生き残るのはごくわずかである。人口孵化する場合でも、4分の1程度しか、生き残らないと言われる。脱皮を繰り返して、メガロパ養成へと変態し、エビのように、ハラシを用いて、積極的に遊泳して、川口から河川の寄水域を遡上する。変態したチガには、泥地で生活をし、泥の中に穴を掘って、住むようになる。 養殖の場合、中国で中房単価にとも呼ばれるサワガニより少し小さい大きさになると泥から掘り出して養殖地に移される。養殖の場合、成長促進ホルモンや病気を予防するためにクロラムフェニコールやオキシテトラサイクリンなどの抗生物質が与えられることが多い。中国の長江流域を中心に遼寧省から広東省まで 広い地域の川に分布している。また、朝鮮半島にも分布する。最も有名な産地は、中国チャンスー省蘇州市にある、楊町湖である。チャンスー省内では、ぬかり沢湖、四光県など、高田から湖、高遊市、白馬湖、鳳凰、県、斜陽川、京華市などでも養殖が盛んである。上海市内では、町港の中にある、 数名島が大規模な産地として知られる。実際には、地元チャンスー省の沿岸地域、数名島で一貫して養殖するほかにも、石膏省、福建省、遼寧省などの沿岸地域で産卵から、メガロパ陽性になるまでの飼育を行い、それから、チャンスー省のか安気省一周薄湖、倉湖、厚生省、湖南省など、長江の上流地域に移して出荷できるまでの、 大きさに育てられることが多い。超高流域の方が味がいいからだという。最近では、遠く新疆ウイグル自治区にまで運んで育てた、天山雪花にチアンシャーンズ・ウェキシーという商品名のものが出てきた。洋木よしこさんのものは、海外でも有名であり、高値で取引されるため、別の産地で育ったものを、洋木よしこの養殖地の水につけただけなどという、偽物も出回ることがある。 本当に、容器よしコで育てたものには、ハサミにタグをつけたり、甲羅にレーザー光線でマークを焼いたりして、区別をすることが行われている。本物の容器よしコさんは、香港や台湾などの業者から予約が入っていて、主に輸出に回されており、上海などに出回る比率はかなり低いという。上海では、市内の動画は市場というところで多くが取引されている。 数名島から船が着く、上海市宝山区の五商工周辺には、数名島産のものを扱う業者が多い。輸送中に動き回ると、ハサミで傷つけあったり足が取れたりして、傷がつくため、藁や紐で十文字に縛って生きたまま売られる。日本国内でも、食用として中国から輸入された生きた個体が流通しており、また、山形県、秋田県等で養殖も行われている。 これは通常の2、3年で成熟するものよりも、早熟の1年で成熟に達する種苗を持ち込んでおり、日本の木図ガニに比べても成長が早い。詳しく確認されていないが、日本の木図ガニは中国大陸に産する木図ガニとされる種よりも、中国木図ガニとはある程度の遺伝的な隔たりがあるため、正常に交雑することは難しいと考えられる。ヨーロッパでは、 行政の段階で船のバラスト水に紛れ拡散され、1912年、ドイツのアラー川で見つかって以来、これまでに、フィンランド・ノルウェー・ロシアから、イギリス、フランス、オランダ、スペイン、ポルトガル、セルビアなど広範囲に分布を広げ、在来の淡水性化に奥地区している。本種が芝叩く間に分布を拡散するのは、欧米の淡水性化にと異なり、陸上を移動して、 他の水系へ侵入するからとされる。アメリカ合衆国ではカリフォルニア湾で定着実績があり、1990年代に分布域を広げてしまったという例がある。アメリカ合衆国では拡散を防ぐために一切の小取引が禁止されている。2000年代になってからはイラクなどの中東、カナダのセントローレンス側、 アメリカのチェサピーク案でも確認されるなど、分布を広げる勢いは止まらない。そのため、IUCN、国際自然保護連合の、世界の侵略的外来種ワースト100や、IMO、国際開示機関の侵略的外来種の世界ワースト10に挙げられている。数千年前に、漢族の祖先が、江南地方に定住し、稲を植え、挙老をして、徐々に、 豊かな土地を切り開いた。しかし、港南地方は土地が低いため、一旦雨が降れば水害が起きやすく、しかもこの辺りには、二本のハサミと八本の足を持つ虫がいて、水田に入り込んで、稲を食ったり、ハサミで人を傷つけたりしたので、人々は、狂人虫、狂人虫と呼んで、まるで虎や狼のように恐れていた。夏王朝を建てたと言われる。 地水に火出た大羽は、破壊という有猛な男を、陽気よしこに派遣して、河口に通ずる水路の工事を命じた。工事が始まり、夜に火を焚くと、これを見た、狂人虫の大集団が泡を吹きながら集まってきて、工事にやってきた、作業員たちを襲い、血生臭い戦いが一晩続いた。朝になって、狂人虫は、やっと水中に撤退したが、多くの作業員が殺されてしまった。 狂人虫がいると工事ができないことに困った、と萌会は、思惑を巡らした結果、一景を暗示、堀りを巡らせた城を築き、堀りには湯を入れた上で、夜に火を焚いた。狂人虫は、また集団でやってきたが、思惑通り湯の入った堀りに落ちて死んだ。次から次にやってくる、狂人虫を相手に、どんどん堀りに湯を足して殺して行くと、赤い色に変わった。狂人虫は、甲羅を開いて、 いい香りになった。これを見た、ともえかいが手に取って食べてみると、美味しかったので、他の仲間にも食べるように進めた。こうして、狂人虫を退治する方法を考えた、ともえかいは、勇猛な男とあがめられ、狂人虫は、ともえかいの足元にいる虫という意味で、カニと呼ばれるようになった。また、この町は、ともえ城と呼ばれるようになった。ともえ城は、現在では、 コンサンと呼ばれている。なお、ニコロシタという話の外に、湖の周りの草を焼き払って、焼き殺したという話もある。中国モクズガニに関する慣用句として、前出以外に次のようなものがある。日本の河川に広く生息しているモクズガニ、モクズガニ、英名ジャパニーズミトンクラブ、学名エリオケアヤポニカは、同族一種である。 複眼の間の突起が中国木図画にほど鋭っておらず、甲羅の横の棘も3体で、中国木図画により一推少ない。また、甲羅の凸凹も低く、大きさも中国木図画によりも少し小さい。色は褐色で異なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。